したことなんですけど、それをするときに首がこう、はいはいはい、首がかかって力が入って震えてしまうんですよ、でも初っ端もう一番足を閉ざすときですね、うんうん、でそれもかん、まあ、骨に関係、力入れたときとに関係はしてたのかなって気はするんですけど、うん、2つあって、はい、1つはどんなことを考えて吹きたいかっていうのを明らかにする、はい、これは、その人の願っていること、はい、興味のあることであるべきなので、はい、内容は人それぞれ、はい、でそして そういうことを考えながら、本番のその瞬間を過ごすっていうことができるようにする、はい、何を考えるか、そしてそれを考えるということをいかにして実現するか、はい、っていうのがその緊張の問題の大きい構図で見たときに、はい、解決とか改善に向けて取り組むって、その2つの、異なる部分があるのかな、前者がはっきりしてる人は、はい、まあ、これも講義に見ると、はい、要は何らかの方で落ち着けば大丈夫なわけです、はい、もう最初は全く分からなかったんですけど、うん、先生の動画とそれ本をずっと見せていただいて、うん、自分なりにこう客観的に自分を見ていって、あ、多分こういうことなんだろうなっていうのを整理して、で解決の糸口を自分なりに先生の書籍、本と、それから動画でそれと研究をしてたんですよ、うん、で先生もおっしゃったように、まあ、客観的な立場に立って自分を見つめて、で、まあ、実験して実践して、うん、でこう解決に自分でも導いていくっていうやつなんですけど、それが今自分の答えが正しいのかどうかっていう自信がなかったんで、うん、今回のレッスンにぜひ先生にお伺いしてみたいと思うんですけど、うんうん、発音の瞬それは一応目の発音が気になるなのか、はい、これから始まるっていうことなのか、どっちよりですかね。多分僕はまあ、これも今からレッスンでしてもらおうと思ったんですけど、跳躍と発音も苦手なんですよ、うん、でその発音も苦手っていうのは分かっているので、ね、そのまあ、どうも、ね、発音もあるんでしょうけど、何でか知らないですけど、ポンっていう、こう弦を弾いた時にポンっていう、こう、うん、オケ奏者がよくきちんと出すような発音をしたいんですけど、どうしても吹奏楽出身なのでアタックが雑になってるのが分かってるんですよ、うんうん、でポンっていうのオケ奏者が出すようなアタックをしたいと思うんですけど、力が入りすぎて音が出なかったりとか。いや、それは本番に限らずっていう今お話ですよね。練習からもその状態です、うん、そうするとどうやって発音するのかっていうところに一抹のこう不鮮明さ、不透明さがあって、そうですね、はい、それとその、まあ、過去のトラウマがこう、はい、ガッチャンコみたいなね、はい、だから少なくともトラウマが発音以外のことにをターゲットにし始めることができたらいいかもしれないですね。あ、だから変な言い方だけど、発音の不安がなくなって今度は別のことで不安になったら、あ、そしたら不安そのものの問題と言えるじゃないですか、はい、そうですねでちょっとここからの時間はひとまず発音の、はい、不安とかどうやったらよくわからないでいらっしゃるっていう、そのあたりをちょっと、うん、鮮明にしてみます。明確にしてみましょう。はい。本の発音いいですよね。うんってね。なんか発音、はい、発音が好きなのなんかあります。発音ですか。そうですね。例えば、本の受けとかだと特にそんなばっかりですけどね。そうですよね。受けとかおっしゃってたやつもだし、はい、まあ語学書。はい、とかもね、パンパンパンとかもね、まあ、それ本当にそんなばっかりだけど、はい、例えば、
中央アジアの草原にていうの冒頭で、はいはいはい、ピーラリリリリリって、あ、頭のゲーね、ピーっていうのも、フィタの耳にどうしても、ブジャーンっていうような、こう、感覚で出てしまう。それを、ポーンってあの、遠くで鳴ってるような、こう、クラナーとかですね。はい、あれを吹こうとしたときに、美しく吹こうとしたときに、なんか、ブツってこう、潰れたような、こう、発音になるんですよね。で、一回やってみましょう。知ってるとか思ってることをもういくつでもいいのでちょっと教えてもらっていいですか。まず息の支え、息のその何ですかね、こうまあコントロール、息の支えと、それから吹いてるのは多分きちんと出すためにパンムシを締めてる、クッと締めて、あの小さくして、おあとなるなら、そうっていうことをしています。マウンテン気をつけるのもそうなんですけど、イメージはもうその義務と、じゃあ、はい、それを金管楽器というものを初めて知る人に分かるような言葉に変えてみてください。息の支え通じない、そうです、口閉めるもよく通じないと、はい、初めての人に、あ、そういうことなのねって分かる言葉に変えてみてください。今の内容は、はい、この音が出してるんだよ。はい、うん。教える立場ですね。こう説明、説明です、ね。わかるよう。難しいですね。難しいですね。今挙げたこと以外でも構わないので、うん、ゲームの音の出し方を説明してあげてください、はい、分かることだけでいいですか。はい、どうしてもさっきの言い方になってしまいますね。頑張ってみて。その音を出すために、うん、息を出し続けながら、うん、出し続けながら下で止めて、うんうん、で止めた状態で、弦の音を出す唇を作って舌を離すで考えてやってみましょう。いいですね。どうですか。そう、今のどうですか。今は、まあ、さっきに比べれば何も考えてない状態が良かったと思います。ただしっかり吹かなきゃって思ってたよりも、うん、自分で吸って舌を止めて、弦を出すアンボシを使って舌を離すっていう一連の動作を自分で説明したのを実践した、はい、あ、なんか柔らかかったの分かりました。はい、うーんって音も落ち着いて、はい、それが本番考えてたいことなんですよ。あ、はい、なんか自分に対するあれじゃなくて、こっちに対する考えで僕は吹いてたってことですね。要はそのきちんと聞かせなきゃいけない、正しい発音を出さなきゃいけない、こういうイメージの曲を聞かせなきゃいけないっていう意識で僕は吹いてた。今自分に対して意識して吹いた状態ですよね。
どうやってやる、それやるのですよね。そうですね。やる人の そうね、はい、考えるとだからパイロットさんは乗客は飛行機の、はい、行き先のこと多分考えてると思う、はい、パイロットさんはどうやって連れていくか多分考えてるんです、はい、飛行機をどのように操縦してるか、はい、それ考えててほしいですよね、パイロットに思うのに、はい、まあ当然ですね。なんかさあでも今そうですね、自分に対する意識がなかったなかった気づきましたね。なるほど。あ、完全に今こっちの方に対する自分の意識で曲を吹いてたっていうのが、うんうん、僕も今日出てきたのでやってみたくなったんだけど僕は、まあ、アレクサンド・レブリックの考え方をくっつける、はい、頭まで自分全部ついていかせながらここだと思う場所にマウンティスピースを当てて、はい、吸ってここだとこれぐらいかなと思う息を吐く。出だしは多分当ててる場所のことが曖昧になったからちょっと怖くなったけど、全体的な音程と音質っていうのはさっきより全然そうですね、なってたんですかね。これ息の変化ですね、はい、っていうようなことを考えてられてたら最強なんですよ。そうですね。でそうやって考えると、いや野球お好きですか。大好きです。やっぱり引きつける選手ってそれやってますよね。ですね。あ、イチローはもうそれの最たるものだけど、ここぞっていう時に投げ方とか、はい、振り方とか、はい、まあ、こう気持ちの強いピッチャーだったら、はい、どこにボールを、はい、とかその満塁、ツーアウト満塁、はい、ツーストライクスリーボール、はいのところで思いっきり外れてくフォークをダルビッシュは投げるわけですよね、はい、それはそのここでそれ投げたらあいつは多分振るだろう、はい、だから投げるんだ、はい、ここで中途半端になんかカッターとか投げようものなら、はい、そんなにいい当たりじゃなくても普通にヒットになっちゃうかもとかね、そう、なんかそれがまあ、それいやスポーツも面白いね。その高いレベル同士お互いそれやったときにもうヒリヒリとしてきて感じましたよね。何か起きるぞこれっていう、どっちが勝っても会場がうわーってなるっていうのは、まあ、あとたまにねそのすごいプレイヤーだともう相手を完全に KO し始めるときもあるよね、うん、そういうときはまた別の快感があります。なんかこうなんだろう、多分ローマの時代に血統したライオンの戦いでどっちかが一方的に勝ってる時の、はい、殺してしまえみたいなその暴虐性が出る時の、うん、あの気持ちよさと、はい、一方でこう本当にさあどっちだってなった時の爽快感、見事だみたいな、ね、敵も味方も共にこう、うん、あすごいっていうなんか、はい、負けた方にもこうリスペクトと感謝を持つよね、はい、まあ、それが、うん、あの素晴らしいゴルフ機たちはそうですね、それをやれるから結構そう考えると
ゴルファーとかダーツの人とかバッターとかに近いマインドの使い方なのかなっていう、それ自体の向き不向きはあると思います。そうですね、僕割と気を散らすタイプなんですよ、はい、本当はそういう意味でゴルフ向いてないマインドが物事いろいろ同時に考えて結びつきでこう意味を取っていったりするので、はい、うん、なんかある種の修行でやってるんでしょうね。だから文章書くのとかは早いわけ。あ、思いついたらもう書けるんですよ。はい、うん、そう。じゃあそれの、はい、展覧会で。でちょっとなんか、うん、どうしようって気持ちになりましたけど。やっていいのと今あれと収まった気分っていうのを頭に考えて。で。これをきっかけなんですけど、うん、でもこれがありがたかったのは、もうこれで失敗するまで緊張したことなかったんですよ。どっちかというとさっき言ったやつで、うんうん、暴虐性って言われて、一般的に叩き回すなんですけど、僕は舞台に上がった時に、俺の音を聞け聞けってなっていう感覚だったんですよ。だから他の人の音はどうでもいい。感覚で、でもそういうのダメじゃないですか、バランスも崩すし、まあ、ある意味、まあそうですね、はい、そうですね、うん、こう協調性っていう、みんなの音楽を作っていく、でもそういう気持ちを持ってる人の集まりがベルリンフィルム、まあ、そうですね。でもこの失敗で、うん、なんか、うん、そういうものに気づかせてくれたって、うん、ありがとうさ、それだけじゃないんだって、ね、そうです、うん、それにもプラスの考えて分けるものですね、うん、はい、なのでどうやってますか。そうですね、自分の計画をこうしてああして吹いてみるぞって言ってみましょう。はい、音が出たね。 S ですね。なーい、次アス。するっていうことではなかったですね。ああ、なるほど。
明らかにこっちを気にしながら自分をコントロールしている。じゃあこっちを気にしてるときに出そうとしてる音と、はい、自分の出したい音って違うんですか？多分自分がイメージしてる音と出したときの音って違ってることが多いですよね。明らかにこっちを意識したら、この人たちが多分こういう吹き方を した方がいいんだろうな、うまいと思うんだろうなっていう多分考えたことを出していると思います。だから余計に評価を気にして緊張してるのかなという気はしました。お店だったら注文された料理作るじゃないですか、はい、友達だったら自分が食べさせてあげたいと思った料理作って出すじゃないですか、はい、そっちで考えてみると どんな音出してみたくなりますかね。あ、今はお客さんからの注文に応えて料理作ろうとされてますけど、そうですね、みんな友達親戚、はい、何出してもらえるか知らないです、はい、その場合どうですか？どの音を聞かせてあげる？自分が美味しいよって思う気持ちのものを出したいですね。じゃあ美味しいって思うこの辺だったらちゃんぽん、はい、を出すには刻んで出し取って、はい、なるほど、そのおいちゃんぽんを食わしてやろうが自分もいいと思う音、はい、刻む、出し取る、茹でるが息こうした、むしゃこうして飲む、はい、それでちょっと吹いてみませんか、はい、誰が見てるか分かんないじゃないですか。だからそのなんかさ、そのソロをね、もう十何回吹いたことがあるプロのプレイヤーも見てるかもしれないですその人からしたら僕の解釈間違ってるかもしれないんですけど、じゃあどうするのってなった時に、吹くのは誰なんですよね、自分なんですよね。じゃあどうやって吹くなんですよ。そしたら吹くにはって考え始めるわけです。で、聞きに来てくれてるんだったら、それは自分が呼んだお客さんみたいなもんですよ、自分の家でね。だからもてなすわけです、料理を作って。だから料理作るのって玉ねぎ切って
ちょっとこぼれてたちょっと焦がしちゃったとか、あっと思うけど、でもさっきね最後演奏された時多分外したことそんなに気にしなかったです。でしょ、それはこんな音聞いてほしいな、はい、そのためにああしようこうしようそうしようってやってたから、はい、焦げても、はい、こぼれてもあで次行くんですよね、はい、ね、うん、だからやそうなのでその緊張のについての質問に話が移った時というところで、はい、これはどうやったら落ち着けるかっていう話なのか、それともその瞬間何をしたいのかが分かってないって話なのか、はい、どっちかなみたいなことを言ったじゃないですか、はい、それの今後者のことだったってことですね、はい、こういうふうに音を出すぞって、そうで、ね、願わくばそれを通じてこういう音を届けたいなっていう、それをできるだけ考えていられるようにするにはのところが、多分すでに今日までの間にいろいろ工夫されてきたことで、多分なんか効果をすでにお感じだったりしてきたんだと思います。だからその2つがあるんだろうなと思います。どっちもその緊張した時に、不快感とかうまくいかない差をこう生み出してしまうんだけど、はい、ちょっと実は種類が違うかな、両方クリアしてる必要があることっていうような感じで、はい、アンプシャーと息両方大事みたいな感じかもしれないですね、はい、うん、多分一つはあどうしようかすみませんね、以前僕は、はい、会場自体は音楽隊に行ったことがあるんです。そうか、なのでなんか確かに吹けて当然だって思われてる節があるんですよ。だからなおさら間違えないっていう、うん、自分に対するプレッシャーはあるんだと思うんですけど、でも今考えたらだいぶ変わりまして、うん、自分のこう思ったことを素直に伝えるっていう、そのね、高いレベルで活動してる人ほどやっぱり引き受けるプレッシャー大きくなるんですよ、はい、だからその、当然間違えるわけにはいかないっていうプレッシャーを感じるに値するとこまでいったということの裏返しでもあるというか、はい、だって、ね、サッカーとかでも、まあ、野球とかニューヨークヤンキースとかそうだけど、はい、もうトップに行けば行くほど、なんていうの、1個のミスでもう6ヶ月後にはいさよならしたりとか、はい、ただそれは辛いけどだけど畳に行ったプレイヤーだから、はい、1個下のところで大活躍がまだできたりとかするのはそこまで行けたからこそなので、はい、よく思うんですよね。特に海外サッカーの人たちのメンタリティ、はい、あの若さで、あの叩かれよう、あんなに試合してあちこち行って、あんな風に煽られ、そうですね。でもさ、それでフリーキック決めたりするじゃないですか。はい、強いっすよね。すごいと思います。まあそこはね、もう子供の頃からこうすごく、まあ、そういう人たちが残るっていうのと、はい、あとはそういう人たちが集中できるように周りがものすごくこう気をつけてるっていうのも絶対あると思いますよね。はい、コーチがちょっと揺れてる様子見たら、そうですね、すぐ来て、はい、どうしたのっつって、はい、すぐ切り替えさせる。ああ、ですか。そんな感じです。話が多くなっちゃそう、いえ、とんでもないです。すごく、はい、結構自分に対するこう考えの切り替わり、うん、はい、最後にお客さん来たから一緒に吹きません、今のソロ。あ、わかりました。だから二人で聞かせてあげようと。わかりました。で、まあ、それぞれがやることがあるので、それぞれに自分のやり方を考えながら、はいはい、1、2、せーの、のーり、僕は1、2だけ言います。わかりました。はい。どうやって出そうかな。はい。1、2。
いい終わり方だですね。どうもありがとうございました。藤岡さん、ありがとうございました。